はい、こんにちは。大阪教材社の森木と申します。今日ご紹介させていただくのは、久保田郷さん、熊野筆のメーカーさんなんですけども、久保田郷さんの老工法の妙語という筆です。この老工法というのはですね、羊毛なんですけども、羊毛というのはですね、30種類ほどに初め分けるんですね。でその中でもしっかり育った実のしっかりした毛を使ってます。結構古い毛です。でこの作り方工程なんですけども、はじめ皮付きの原毛を仕入れます。で、それを職人の目でより分けて、専門職人さんの専門の技術でそれをするんですけれども、その専門の技術がないとその皮付きでは仕入れられないそうなんですね。それっていうのもその伝統工芸士である臼井さんが久保田郷にいらっしゃるからできることらしいんです。で、これ結構貴重な毛で作ってますので、数には限りがあります。で、数に限りがありますので、久保田郷さんのカタログにも載ってないそうなんですね。こういう貴重な毛を20本だけ仕入れることができましたので、もしよろしければご検討くださいませ。お願いいたします。